直死殺しの下手人どころか天主への人情沙汰とは。先生は失敗したんだ。やはり先生一人では無理だったんだ。これから死ぬって人が握り飯なんか食えるわけないよね。いや、わしは米で雇われた男だ。米を食って仕事をしなくてはな。顔を隠さねばわしの首が切れぬか。よいか、ここだぞ。外すなよ。やるね。御天主様、都へお早く。御天主様。勘兵衛君、お見事さん。いや、お侍ってのはおっかないね。戦するのは基本的に頭悪いやつのやることだと僕は思うんだ。もう戦は終わったんだよ。なんでそんなに戦したいかな。はあ、いいよ、僕は今天主だ。たくさんの人の命を預かる身だ。無益な争いは避けなくちゃいけないからね。みんな聞いてよ。この男が先代天主への人情に及んだのは、先代がさらってきた女たちを助けようとしたためなんだよ。だからね、いいよ、分かったよ。今までの一切合切不問にして、勘兵衛君は特赦として応面にする。それからね、女たちはみんな解き放しだ。わあ、そんなのありですか。天主いい人です。わあ。先代はね、跡継ぎを作るために女をさらっていたんだ。
ひどい話だよね。官兵衛君が怒るのも無理ないよ。本天主様、鉄斎、女たちを解き放しといて。よろしく。それで手打ちだよ、官兵衛君。神野村はどうなる。女たちを返す。それでおしまい。神野村にももう行かないよ。よろしいのですか。これでは下々に示しがつかないのでは。悪いのは全部先代。それでいいじゃないか。僕がこれからどんな祭り事をしていくか、みんなにはよく分かったと思うよ。お、ああ君か。キララ君は元気？あ、勝の字。なんとまあ、間合いの悪い男よ。おっと、やめなよ。君の大将とは話がついてるんだよ。頑張ってるね。女たちを連れ出せるものか。そしたちは必ずや切り捨てられよう。うるせんだよ。いいからさっさと連れてけ。心配には及びません。道案内するためだけにあなたを連れてきたのではありません。盾になってもらいます。農民の分際で。お金ごと言うな、姉ちゃんは。返すぞ。はい、よし、しばらく。綾丸様、この先は奥御殿ゆえ、御天主様の許し状、相持つ者のみ通すが決まり、そこら二人は式守り人。おっ、くせ者。なんでバレた。よしあれ、マロが見えぬか。やる気か。待て。官兵衛。官兵衛様。鉄斎だ。怖いかに。御天主様の意向だ。これより先代お手付けの奥女中衆を解き放す。はあ、どういうことだよ勝之次。女たちを連れて即刻出て行け。二度と都へは来るな。言われなくてもそうしてやら。ご主人。おかめん。早苗はいねえか。神奈村力士の女房、早苗は。早苗。ああ、先代の女かい。おうよ。あいつなら奥だよ。かたじけない。勝将、なぜ来たのだ。お力になりたかったのです。さんが待っています。私は行けない。さなえさん、まだそんなことを。天主はもう死んだのよ。そういうもんか。そう、さなえ殿は天主の八重を宿しておってな。八重なんてこった。
それが。何があった？ヤヤは。私が殺めてしまったのです。違うわ、仕方なかったのよ。先代の天主が亡くなって体を壊してしまって。皆まで言うな。私は利吉さんのもとへは帰れません。天主様とヤヤの菩提を一生かけて弔うのです。サナエさん、私はあなたを連れて帰ります。先代も野伏せりなんか使わずにこうすればよかったのにね。周愚の風向きで都は敵にも味方にもなるんだよね。今は周愚にとって都は魔王肩なき味方。女たちの解き放しにより神奈村は都を崇めることであらしゃりましょう。本当にそう思う？今から農村地帯に向かうよ。と申されますと？農民は都を見たことがないんだよ。だから怖いんだ。都を見せてあげよう。僕たちから農民のもとに行って仲良くなるんだよね。そして最後に目指すのは神奈村だ。はあ。神奈村が侍を雇わなきゃこの改革はなかった。だからさ、都直々に褒章を与えたいんだよ。仰せの通り。でもね、不幸な事故が起こるかもしれないよ。わかる？戦を知った農民はただの農民にはもう戻れない。僕はね、農村にいたからわかるんだ。抱え込んだ不満を戦で解き放つ術を学んだ農民はね、都にはとっても危険だよ。お仙、この近所寺で奴らと共にお逃げください。何？かつては甲賀橋領主を相勤めた御前が大蔵番などで忍従の日々を送るなどあってはならぬことです。なればでさえそちも。自分は行くわけには参りません。しかしそちはもともとマロに仕えた。今は若に仕える身です。鉄斎、若には申し伝えます。御前はあの者たちの盾として連れ出されたと。右京は探すぞ。いえ、恐れながら御前はもうあの方にとって価値がないのです。しかしいかにして。でも天主って人が一番びっくりでした。だってみんなのこと逃げていいって言ったですよ。天主いい人ですね。本当にそう思って良いのだろうか。なんでですか？天主となった右京、どうも私には信用できん。私には
これで終わったとは思えない。いいじゃねえか、助かったんだから。難しく考えすぎなんだよ、メイは。でっかいのは子分です。誰が子分だ、誰が。調子に乗ってと許さねえぞ、ちびっこ。リキチさんも来てるの。ただだってよ。まずは米で釣ろうってところだろ。おめえ行かねえのか。おお、行く行く。どうするね、これから。この王女隊じゃ蛍屋に世話になろう。そこで一晩休んだら皆を神奈村へ連れて行く。姉さんもそこに。いや、道中で会える。すまんな、拝借した。あ、これおっかあの形見だったんだよ。それはすまぬことをした。しかしそれなくしてそなたたちの無事はなかったなんてね。あんたお侍の上に泥棒なんだね。そのようだな。お着物買ってきました。みんなお着替えしてくださいです。御前様。待て、何のマネじゃ。右京の命令か。恩情を歌いながら全て消すつもりか。貴様には関係ねえ。島田官兵衛には手を出すな。待って待って、玉を切るぞ。部屋をお借りしたい。何、長通りをはせぬ。何を堅苦しいこと。ゆるりとしていてくださいましな。七郎次はまだ村でな。いいんですよ、あの当変木のことは。まったく、あの人はいつだって居残り七郎次なんですね。聞きましたよ、昼間のこと。皆さんご無事で何よりです。お代なんかいりませんよ。後であの人からたっぷり踏んだくってやりますからね。早苗さん、床の準備ができたそうですよ。
お休みになりませんか。早苗さん。あの方は水木さんがついてます。なんだか心配で、それで今夜は交代で早苗さんのそばについていることにしました。二人で大丈夫？なんなら私も一緒にいてもいいのよ。大丈夫です。ありがとう雪乃さん。こんなことがあっていいのでしょうか。自分をさらった天主をどうして優しい人などと言えるのでしょう。あの目は本物だった。本気で天主を思っていた。一人で都に挑んで言うことはそれだけですか。そうだ、そこにわしの隙があった。刀で切れぬものがあったのだ。先生を見損ないました。おやめなさいな。勘兵衛様、どうしてあげたらいいのでしょう。これでは利吉さんがかわいそう。うん。私たちにできることはない。そんな言い方冷たすぎます。では、そなたに何ができる。勝四郎様にはわからないのです。私たちが毎年、どんな思いで米を野伏せりに差し出していたか。私たちは、ただ米を作るための生ける屍も同じでした。早苗さんはそんな私たちの窮状を救うためにその身を差し出したのです。とても気高い行為です。あの時私にほんの少しの勇気が、今ほどの勇気があったらきっと利吉さんと早苗さんは。やめろ、過ぎたことだ。あっとっとっと、勘弁くん、かっこいいでござるな。お前さんだって早苗の様子にぶったまげたせいで無様にとっ捕まったんだろうが。よせって言ってるだろうが菊の字。あの姉ちゃんについちゃちっとばかし時間をかけるしかねえ。今必要なのは利吉だ。利吉が薬になる。ええ、年寄りの知恵袋だな。もちろんだ、ガキめ。まあ、結果はどうあれ村の女たちは救われた。それでいいじゃねえか。なあ、勘兵衛さんよ。ん？